ばんは。私の好きなポテトサラダがあるよ。ありがとうございます。やほやほ、公園ありがとうございました。みんなちょっとみんな公園ありがとうございました。ご飯食べてもいいですか。楽屋楽しすぎませんか。そうよ、ごめん、マジでみんな来てほしい。めっちゃ面白いし楽しいから。そうね、ほんまにあんま食べずに公園出てもうてお腹空きました。みんな今日はみんな声見てくれましたか。はい、まだ出てたよ。何をそついてんの。何か怒ってきた。ハルタローはなんでハルタローなの。いや違うし、ハルタローじゃないし、あなたがつけたんやし。誰が名前つけたの。こっちが聞きたよ。それはハルタローのママ。いつからママになってた、うん、おもろい。今ね隣でねハーサちゃんやってるんですよ配信。もうやっぱおもろいですわ、変ですわ。うん、変ですわ。やっぱエビフライもすごい時間経ってる。はるかエビフライあるからこれ撮った。うん、ちょっとエビフライ好きやねん。うん、いただきます。ちょっと待ってな、ハルタローママって来たからもうやめて。違いますよ、ハルタローママって何。え、タルタルオーナイ。え、うん、この料理としては、うん、めっちゃ余った。もぐもぐ配信、そう、今からもぐもぐ配信になりますね。勝手に今日は、ね、公演どうでした。私ユニットね、初めて臭いものだらけをやりました。素晴らしい。臭いものだらけ、臭いものどっちやっけ。臭いものだらけです。臭いもの。みんなが臭い臭い言うからもうさせていただきました。もう緊張しすぎてリハの時からマジでもう足プルプルしてたよね。手もプルプル、うん、手もプルプル。もうなんか震えるレベルじゃないんですよ。もうプルプルレベルじゃなくて、なんかもうドスドス。ドスドスって何。震えすぎてなんかもうビート刻んでるレベル。確かにね、でやばかったんです。でもちゃんとね、まあちょっと悔しいとこもあったんよ。どう、うん、ちょっとって思ったとこもあったんですけど、めっちゃ良かった。本番はまあ見れてないけど、リハはめっちゃ良かった。ほんまになんか、なんやろ、まあ推しとして、推しはるかの推し面としての感じ。そういう時なんか推し面って言うよね。なんでなん、めちゃめちゃなんか新しい推し面見たなって思って、うん、好きになりましたね。嬉しいです。すごい個人的な意見。なんかキャプテンとかじゃなく、ほんまに一ファンとして嬉しい、うん、思いました。やっぱいいよね、なんかユニットちょっと変わるだけでめっちゃ楽しくないですか。うん、変わるの。なんかそれぞれの見方が変わるというか、うん、チャレッソコマを、うん、おねるな、よろしめた。エビぐらい。あ、マジャンにな、うん、ババ抜けの機能ついたんやって。ババ抜け、うん、どういうこと。え、マージャンだけなったってこと。マージャンもあるし、ババ抜けのやつもある。待って、全然知らんねんけど。まあ、そのな、さっき知ってん。え、今日知ったの。誰か教えてよ。だから、でもめっちゃ良くないババ抜き。麻雀はさ、ちょっとさ、やっぱ難しいルールとかいっぱいあるやんか。ババ抜きは誰でも分かるからめっちゃいいよ。確かに。だからちょっとやろうと思ってるんです。まだやってないけど。これからね。ユニットシャッフルしてほしい。分かる。いつかしたいですね。エビの尻尾を食べる派？食べない。食べない派です。朝ちゃんは？日替わりかな。日替わりか、時と場合によるね。その時の気分ってこと。うん、だって気分がそうです。もうこの種類のお弁当しか残ってなかったの。そうなん。うん、ムニエルしかなかったよ。ムニエルって何。知らへん。分からん。
なんか蒸した魚、うん、あちょっともう今えほんまだからガリガリなの、誰が言ってるんや、うん、うん、ちょっと今日飲み物いっぱい飲みすぎた、うん、アクエリを飲んで、まあ、アクエリは公演中に飲んで、公演前に紅茶飲んで、レッドブル飲んで終わってからソーダ買いました。やば、ご飯全然食べてないけど、飲み物で今日ちょっとお腹いっぱいなんです。五月病なりそうやって。五月病って何？五月病はな、あ、いや、うん、五月病は、あなんか自分5月病って言ったら始まりやから新しい見解やな、だから5月病って思わんかったらいいんだ、思わんかったら5月病じゃない、なんかちょっとしんどくなってても、あなんか今しんどいことをやらなあかんことが溜まってるんやなとか、うん、って考えればいい。5月病というものは医学的にはないらしいですよ急になんか医学的にはないって書いてたもんネットに、なんか先生みたいになってるし、おもろ医学用語じゃないらしい。うん、それを調べたの。調べたの、うん、何自分がなってると思ったの。うん、あの MC のスキルやったから、どんな話しようかなってなって、5月のことについて、あそういえば5月って5月病あるなと思って、うんうんうん、確かに5月病について調べてみたのすごい、なんかそういうのってさ、一回考えたら調べたくなるよな。うん、そう、この間、この間じゃないよ、昨日あのフェスでカモネギ歌った時に、うん、カモがネギショーってなんやろって思って調べたもん。うん、まあ、どうやった？でもこれほんまに合ってんのかなって感じ。なんかカモがネギを背負ってたら、うん、カモ鍋ができるから、なんかイコールなんか何言ってたっけな、なんかちょうどいいじゃないけど、なんか何て言ったらいいのちょっと忘れた。でもなんかそんなん書いてて、これほんまに合ってんのって思いながら見た。うん、なんか何だっけ、手っ取り早いじゃない、なんかあんま分からへんの、うん、ちょっとよく分からんかった、よく分からんからそっと閉じた。うん、あそう、都合がいい、そう、それ書いてた、都合がいいって書いてた、都合がいいことってそれだ。すごい分かってくださる、さすが、さすがです。クス曲めっちゃ好きやし、ダンスも好きやけど、好きな、うん、でもあのタイトルはちょっとよくわからんなって。泣き笑クスってなんなんやろって思う新しい言葉やな、泣き笑クスってなんだろうとか、ちょっとなんか面白いですね、まあ、そこもちょっと閉じるから。公演お疲れ様、ありがとう、頑張ってきました。頑張ってたねいや一緒に出たやん一緒に出たやん。今日はでも久しぶりの、久しぶりって言っても、まあ、うん、前回、前回2回だけやけど、変とは2回だけ、そう、逆にめいっぱいやってたそう、うん、2回だけだから、2回ぶり、久々の自己自でして、めちゃめちゃ緊張しました。緊張ってか、ね、不安やった。あめっちゃ不安やった、だからなんか自己自やし大丈夫やろと思って、今日ちょっと早く来て練習したところ、やばくてやばい、ここどこやっけとかなって、うん、なんか勝手にセンターのふりしてたりとかむちゅうじん、あの本番ちゃうで、びっくりやな本番はさすがにむちゅうじんでセンターのふりも全然違うやんと思って本番はないよ、本番はもう結構今日ちょっとノーミスやったんちゃうかなレベルでできたんですけど、あの自分で、ね、来て練習出た時なんかロマンティックになる旅とかこれやのに、うん、やばいやばいやばい、やばかった、危なかったです、よかったね、そう、分からんか
なったら真ん中おったらええねん。うっそ、センター様の邪魔をしちゃいます。いいのよ。それで怒られて。え、やっぱり髪型好きです。今日の、え、嬉しい。珍しいと思った。嬉しい。そう、もうなんかいつもはるちゃんもパターン一緒。それ言わんといて。そうなんや、自分でも思ってんのよ。ほんでなんかこの間ハーフツインして、まあそれもまあレパートリーに増やそうと思ったけど、この間したしなと思って、なんか違うのしようと思ってハーフアップしようかなって思ったけど、昨日ハーフアップしたからちょっとちゃうやつにしたいなと思って、なんか下ろしてみたいって思って。ハリーさんね、さっき配信終わってちょっとだけお邪魔したんですけどね、出たドーナツ美味しいよ。メイクさんからストレートおろし好きって言ってもらえたんで。ポジション何個覚えたの？とね、しかも公演のやつはまだね、1個1箇所しかしてないんですけど、ユニットは今日で3個目です。そう、固定部屋やったから、今ちょうどあの夢逃げの初日のなんかリバイバル配信みたいなアーカイブやってるじゃないですか。ちょっとエモいんちゃうかと思って、ちょっと狙いました。あとストッパー当てたからちょっとサラサラを見せたいなと思って。でも研究生の時は両耳かけ、こっちも耳かけしてたんだけど、ちょっと今日は皆さん臭いものどうでしたでしょうか。ミカニョンが言ってくれ、提案してくれたから、ミカニョンにピクピクしてたんですけど、違うと思って聞いて。どうでしたか。片耳かけにしました。だからこれも今後のレパートリーに入れたいと思うんですけど、でも夏になったら暑いかなとか思ったり、そう、耳逃げの髪型を思った。あ、やっぱり気づいてくれた。そう、なんか自分でもちょっと見たけど、別人、なんか見た目もそうやし、踊りも別人すぎて思わなかった。マジでちょっと、恥ずかしい。恥ずかしいです。まあ、研究生で初日やから美味しいよかったけど、今見るとすっごい恥ずかしいですね。カラコン今日ね、私メンバーでね、気づいてくれる人がね、かりんさんだけやった。いや、ちゃうねん、待って。だってさっきに言ってくれたやん。さっきに言ったやん。だって会ってすぐに言わへんか。うん、え、もうつけとったん、うん、え、なんかメガネでこんかった。あ、メガネ。ほらちょっと、あるちゃんおったからやん。ほら、ちゃんと覚えてる。でもな、ほんまに他のな、でも一人も気づいてくれへん。でもだ、え、逆にさ、それぐらい自然ってことじゃない。うん、いいやん。ミオンさんは眼力すごかった。眼圧か。眼圧すごいって言ってたけど、うん、今日はね、人生で初めてカラコンというものをつけたんですよ。で、それで公演も出たんです。私も今見て、はずちょっと黒目大きいやろ。あ、ちょっと肌荒れの恥ずかしい。仲良しやで、ね、ハータンとは仲良しだと思ってます。勝手に、でもこの間それこそ昼型 NMB に行ってましたね、一緒に。これはめっちゃね、ハーサちゃんおもろい。いや、それな、ほんまにおもろい。うわ、今ちょっと違う意味の眼圧を感じました。めっちゃ隣で、めっちゃこっち見てたわ。だから DMM を見てね、ハーサの目どんな感じで映ってるのかをね、そう、見てみようと思って、ま、たする。これめっちゃナチュラルでしょ。これは教えてもらったんですよ。カラコンをなんか一回つけてみたいねんなっていう話をしたら、なんかめっちゃナチュラルで、なんかこれとかどうですかって、いいですよっていうのを教えてもらって、それを教えてくれたのがワダナでございます。ワダミュです。ほんまに分かってなかった。ワダナが教えてくれて、これは、ね、自信がなかったとかもあるんやろうなって思いますね。チューズミーの、あの時の自分は何
やったっけな、なんたらブラウンみたいなやつ。自分に自信が持ててなかったです気がします。ユズミンのなんたらブラウンっていうやつで、だからそこも成長です、ね、ナチュラルです。でね、今日もねわざわざこのカラコンつけてたらしくてな、目や目ん玉お揃いやって目ん玉お揃いって何今日目ん玉わざわざとお揃いやって、気づいてましたか。初めて聞いたよ、今見ると16人多すぎる。わかる、多いよな。なんかあの時は普通やったけど今見たらめっちゃ多い、うん、なあ、びっくり。10人でもちょっと多いなって思ったもん。なんか8人に慣れてたから2人増えただけで全然違うなって思ったのに、16人ようその中で皆さん見つけてくれましたよね、本当によく目で追ってくれてたなって、まあ、もちろん今もやけど、ユニットもだってピークなんか6人やもん。うん、いいですよ、ゆうこしゅさんのやつ、ベイビーブラウン、それよ、それつけました。同じ会で違うようにいたのばれて、ハサの帰ってからハサシになりました。うそー、嬉しい、元気やったね、ハサの勝ち。昨日トリミング行って、なんか別件になって帰ってきましたカリッカリになった。うん、やばい。あのなんか、うさし、毛長かったら、うん、プードル感あんねんけど、うんうん、トリミング行ったらマジでチワワになる。ああ、まあでもチワプーやからな。そうだね、そうそうそう。え、それもすごいやん、両方2種類見せれるっていう楽しめるみたいな。そうそう、楽しめるっていう。なんかめっちゃ目大きくなったなって思っちゃう。うーん、なんか目の周りもこうなくなるやん、うん、短くなるやん、うん、めっちゃ目でかーってなる。うさーしーうさーうさーうさーしーうさーうさーうさ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 しの歌作り出したおもろい。やっぱり変です。あ、ナングラにありがとうございますびっくりした。あ、一緒に見たっけ。見たよ、一緒に反応したよ、うん、昼方の時やっけ。あー、そうや。えな、何もらえるんか確認したらもうページ切り替わってたってやつやな。そうやった、もうページ結局何分からへん、まだもらってないの。うん、あ、そうなんや。ページ切り替わってて何もらえるか知らないんですよね。ハンサちゃん天才ってくれてありがとう優しいのね、はるちゃんファンの方って。はるちゃんパワーズ初めて言われたわ。なんかオレンジマンズオレンジマンズもおもろい確かにオレンジ着てくれるけど、あ、違うか、マン、あれオレンジ、あれ、何、マンの複数形とかどうやったっけ。もう一回英語の話を自分そこまで考えんでってか、何ぐらいやったね。もう15分経ったね。みんな元気なんですね。元気ですけど、あの内心疲れてます。あの体力的なものは めっちゃもう体とかもボロボロ、うん、もうあのもうなんか明日筋肉痛きそうやなとか思ってくるよね。もうだって帰ってる時めっちゃもうなんか、うん、やばい、足が動かんって感じそう、楽しそうで楽しいですよ。パンサちゃんおったらいつも笑ってます。はるちゃんがいっぱい笑ってくれるのさ、だからおいらすごく嬉しいのさ。誰どこの人、うん、知らん今度公園に行きたいです。待ってます。来てほしいですね。ぜひとも皆さんにお越しいただきたい。私の心情、うん、ドーナツのチョコがいっぱい落ちてるんだってば。知らんやん知らんやん。コケントって気をつけて帰りますみんな、もう15分経ったらしくて、おいらは帰るお時間になってしまったので、そろそろ終わりますわよ。はるかのブログの時間があるので。ああ。そうだよ、ね。なんかな、ブログな、あさ、お風呂の中でさ、めっちゃ頭がさぼーっとなってさ、感情が言葉に変わるときやねんか。お？お？なんで？褒め
たよ褒めたよ。だからさお風呂の中であこういうのブログに書きたいと思ってもさ、うん、お風呂出たらさあもうスーってなくなってるなくなっててさ初めのさ南ハーサですどうもまで書いて何書くんやったっけなってな書けへんくてなそれがもう2個ぐらいあんねんやほんまにめっちゃあるやんほんまブログ書きたいと思うんですよめっちゃある、まあ、でもハーサちゃんはね YouTube あるからそこでねハーサちゃんの良さをどんどん出してって YouTube、うん、YouTube のこのなら、はい、なんでも歌にするほんまおらしいほんまあるちゃん何ほんまやめやなんでやばくない遥かのせいにされて今え怖ならもうあれ読みますねランキング遥かも読みますね何位から読むランキングそんななんかランダムせいなのわしらへんじゃあ遥ちゃんがおるから13位から見たいと思いますおらんでも絶対13位やろ13位コンペイトーさん12位オガッチさん11位山田真剣佑さん10位ハータン一筋ケンちゃんさんありがとう9位バロバロ2さん8位ユーリさん7位マセイシさん6位バロバロさんバロバロ1と2がいるのパッシーさんありがとうございますパロパロかパロパロとうん、パラパラだね、すみません5位やっくん、4位ひじりまんさん3位けいこちゃん、2位やっさん、1位まさゆきさんですありがとうございます昨日ね、ディスに来てくださった方ありがとうございました今日もね、来てくださってる方もいたので本当に嬉しかったです、ありがとうございます私はもう疲れてしまったので今日から5月お風呂に浸かって寝たいと思いますお家に帰りますありがとうございました宇宙人になっててくださいおー、アイドルねアイドルはああいうことするんですっていいあなたもアイドルですよ私そういうのできないのできないバイバイそれでは皆さんバイバイありがとうございましたまたねまた動画待っててくださいバイバイ